明けましておめでとうございます。ということで2019年が始まりました。食べて、大丈夫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 。てかどんなお餅が好き？きなこ。あー美味しいよね。砂糖醤油が好き。あとね、のり巻きも好き。いっぱい好きだね。あとね、おろし餅って言ってね、大根おろしをおろして、違う、大根おろして大根おろしにして醤油と一緒に食べるのが美味しいの。へえ、食べたことない。りなちゃんどんなのが好き？りなはやっぱおしるこにお餅って食べるよね。 あれ美味しいよね。皆さんはどんなお餅が好きですか？なんでお餅なの？てか2019年始まってなんかしたことある？したことある大掃除や。明日ほこりがほこりがここの顔のほこりがそう、うわーってなるよね。目に見えるもん。あとね、おせち。おせちの中で何が好き？おせちの中で黒豆。紅白かまぼこが好き。おばあちゃんが作った黒豆が美味しい。だし巻きのような卵。かなわるのくるくるのあれが好き。甘いし、なんかね、あれですよね、あの冬休みの宿題で日本の料理を調べようっていうのがあるんですけど、それでね、あのおせち料理の意味を調べて、それでね、昆布巻きってあるじゃない。昆布巻き、あの昆布、それは喜ぶの昆布とかね、いろいろね、すごい辞書とかで見てから、昆布巻きは喜ぶそういう意味なんだよっていうのが書いてあって、てかさ、あのさ、あれ黒豆って美味しいよね。黒豆好きな人手挙げて。はい、みんな好き。甘くて美味しい。おばあちゃんが作る黒豆。そう、おばあちゃんが作るのが美味しい。あとのアイスあれも好き。紅白。紅白まんじゅう。かまぼこじゃない。あれ、スーパーイ。スーパーイ、大根と人参の。なんだ、わからんわからん。だっけ、スーパーイ、大根と人参のおひたしものみたいな。なんだ、切り干し大根違うな。ということで、お正月について語り合いました。ティアラーズの子たちはどんなお正月を過ごすかな？コメント欄で教えてねー。